大ピットマナルを見せていったのは3号艇井口、本番ではどうやら2コースとなりそうです。ボートレース2の G1 第62回東海地区選手権競争、今日の12レースは過去にこの東海地区戦を制したことがあるメンバーによる対戦、予選競争東海覇者バトルです。1号艇赤岩芳雄、2号艇静岡重野聡、3号艇三重井口義則、4号艇中口博隆、5号艇静岡佐々木康之、6号艇柳沢はじめです。2位は1号艇赤岩芳雄、第55回常滑、そして第57回蒲郡で東海ダービー優勝があります。2号3号艇井口義則は4年前この津で東海王者に輝いています。4号艇中口が3コースでしょうか。これまでは3回東海地区戦優勝、津で優勝すれば全場制覇のグランドスラムですが、このレースは大きな整備があります。2号艇重野聡は第56回浜名湖で地区戦制覇、5号艇佐々木康之は第47回常滑で優勝、6号艇柳沢はじめは3年前常滑で優勝しています。スロー3手134、ダッシュ3手256、2つに分かれました。この時間になって風がホーム追い風に変わってきました。現在風速は3メーター前後。12レースの予選競争東海覇者バトル、インから1番3番4番ダッシュが2番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇赤いは4コースから2号艇重野も好スタートを切りました。逃げる1号艇赤いは3号艇井口が指す、まくり4号艇中口に間を割った5号艇佐々木が続きます。逃げる1号艇赤い馬が先頭、2番手から3号艇井口が追走、3番手の水は内側から5号艇佐々木、外は4号艇中口が並走、スタートは正常です。2マーク1号艇赤いはクリア、2番手握っていく3号艇井口が優勢か、3番手から5号艇佐々木、先頭2番手も定冠ぐっと詰まってきました。しかしそれでも1号艇赤いは優勢か、3号艇井口2番手、3番手は4号艇中口が5号艇佐々木をかわしています。2周1マーク絞って1号艇赤いはが旋回、たっぷり引いてから切り込んできますが、3号艇井口は2番手、3番手から4号艇中口が続く、現在上位は1番3番4番です。4番手以降5号艇佐々木、2号艇重野、6号艇柳沢が続きます。2周2マーク1号艇赤岩芳雄、3号艇井口義則、4号艇中口博隆、1番3番4番の順、2周2マーク6選手がクリアしまして、ホーム側これから最終周回です。先頭1号艇赤岩芳雄、2番手は3号艇井口義則、4号艇中口博隆、3番手です。1番3番4番134の体型、3周1マーク6選手が旋回、バックス位置に入っています。4スタートから逃げた1号艇赤岩芳雄が先頭、3号艇井口義則2番手、そして4号艇中口博隆3番手になっています。3連単134のオッズ 9.3 倍です。最終ターン前からホーム直線、赤岩芳雄、井口義則、中口博隆、1番3番4番の順、まもなく東海覇者バトラー合流、先頭1番赤岩芳雄5輪、2番手3番井口五輪、3番手で4番中口五輪、5番佐々木、2番重野、ラスト6番柳沢ゴールしました。